オーストリアの名喫師ホフチンさんの作品で「エブリー・フォー・アンド・ノー・ヘア」をちょっとやってみたいと思います。これ一組のカードがありますので、ちょっと引っ張っていきましょう。広げますので1枚好きなカード取り出して抜いてください。はい、でそれを見て覚えていただきたいんですね。それはカメラに見せていただいていいと思います。よろしいですか。ではここを置いてください。私は見ないんですけど、そうやって。今のカードはもう中に混ざっちゃったので、どの辺にあるか分かりませんけど、例えば一番下とか、これ違いますか、さっきの。違いますか。そうです。じゃあ、こういきましょう。じゃあ、一番上はどうでしょう。違いますか。これこれを載せます。ということは真ん中辺にあるということなんですけど、ね、これどうでしょうか。違います。3枚とも違いますね。はい、ということはノーホヤ、これどこにもないよ。先ほどのカードはないよ。こちらでどけときにますけど、確かにこの中になかったですね。で今度はエブリホヤっていうんで、どこにでもあるようにしたいんですけども、それは非常に複雑な手続きが必要です。でどうするかというと、見てるお客様に1人ずつ3人ですかけて、さっきのカードがあるぞと思わせなきゃいけないんですね。でもそれたくさんの人に3ミリかけると時間がかかっちゃうので、10人いると1時間ぐらいかかっちゃいます。ですからすごくうまいことを私考えつきます。それは人にかけるんじゃなくて、トランプにかければ一度で済むなと。トランプさん、あなたは、こういうカードだよって言うと、そのカードのように思い込んじゃうんですね。ですから先ほどのカードちょっと教えていただいて、ハートの8ですから、そしたらばこの中にハートの8ないんですけども、お前はハートの8だと思えと、お前はハートの8だと、そういう催眠術を書きます。ハートの8、催眠術ですね。そうするとですね、突然、ハートの8に見えるんです。これ見えたでしょ。それなぜかというと、はい、お客様がおかしいんじゃなくて体がおかしいんです。体が催眠術に書いてるんですね。で2枚目のカードちょっと見ますけど、これハートの8に見えますか。はい、でもそんなたくさんハートの8があるはずないですよね。ですから3枚目は、これは違うはずなんです。これもハートの8に見えますか。はい、それはカードが催眠術に3枚ともかかっていると思います。では念のため確認してみましょう。1枚目ハートの8ですね。で記載増しますけど、2枚目はどうでしょう。やっぱりハートの8で、3枚目がハートの8、全部ハートの8ですね。でこれはカードが催眠術にかかった状態だからこういうふうになりますけども、催眠術が覚めるようにこうやるとカードが目が覚めちゃうと、これさっきのハートの8じゃないカードになります。違いますよね。違うと思いますけど、違うカードがどうしてハートの8に見えたかというと、カードが催眠術にかかったからだと思います。どういうことでしょうか。でこの技術は本来の原作は、トップチェンジとかボトムチェンジとかっていう非常に難しい技法を使って演ずる技術として記録が残っています。ところがそういう技法はテーブルでやるクロースアップマジックでは使えない技法です。舞台の上で立ち上がってお客様が50人いるというところではやれるかもしれないけども、
少人数で目がみんな自分の方寄っているような状態で、そういう技法は使えません。で今のは、そういう難しい技法を使わないで、近代カード技術の技法の範囲の中でできるように構成し直したものです。ですから、まあ、新作ということですね。現象はホフツィンさんの原作通りです。でこれは準備は何もいりません。一組のカードを使って、カード当ての要領で始めます。でここにお皿があるのはちょっといいなと思ってこれ用意しました。紙のお皿でいいと思いますけど、まあ、瀬戸物のお皿でも構いません。でまず一組のカードを選んでいただくところから始めます。ちょっと1枚取っていただいてよろしいですか。お客様のカードを選びます。で、まあ、これをコントロールする必要があるんですけど、まあ、今やりました方法をちょっと簡単に説明しますと、見て覚えていただくと最初ですね、はい、でこれが後からいろいろと面白いことになるカードなんですけども、よろしいですね。でこれテーブルに置いていただいてよろしいですか。でこれ広げて戻して入れると。でこれはコントロールする方法いろいろあるんですけども、まあ、分かりやすい方法一つじゃご説明します。これを押し込みますとね、中入っちゃうともう分かんなくなっちゃうんですけども、押し込むように見えてこちら側に出すっていう方法があります。でこれは私よく仲間の人にこれ便利だぞって言うんですけども、こういう感じになるんですね。でこれこっち側で出てきてるんですね。向こう側に出てたアウトジョグされたカードがインジョグに変わるという技法ですけども、これは簡単にご説明しますと、4本の指を出てるカードの向こう側のエンドに当てます。でこれを押し込むんですね。こっちに向かってまっすぐ押し込むと入っちゃいますから、そうすると分かんなくなっちゃうんですけども、押し込みながらこれを少し左にずらします。そうするとこう斜めになっていくんですね。でこれを押し込んで揃う時に人差し指がこの角を押してると、この角を通り過ぎます。そうするとここまで来ちゃうんですね。通り過ぎてでここまで来たら、今度は小指でこれを左へ押してやると、こっちへこう出てくると。もう一度裏から横からご覧になりますけど、こうなってますね、種明かしになっちゃいますけど、こうなるんですね。こうなります。でそれを前から見ていると分からないようになります。押し込んで出てきた、こっち出てきたらば向こう側を揃えるという動作をします。ミスディレクションですけど、でこういうふうにすると揃ったように見えます。こっち側でこう出てるんですね。それ でこれをこう押しながらブレークを作ります。こうですね、ブレークを。それでこのブレークのところからカットしてこれ一番に持ってきたいんですけども、私今日ちょっとやってみたのはリフルシャッフル、半分ずつこう分けるとここにいますから、これが一番上に出てくるようにシャッフルすれば、ここにお客様の顔が出てくるというふうになります。これここにある状態になるんですね。ちょっともう一度じゃあそこのところだけ分かりやすいように、こういう状態から始まりますね。さっきの動作でこうやって揃えて、でこうやってこうやるとここにいますから、2度切った方がいいかなと思いますけどね。上に行くようにこう、でここにいる状態ですね。それでこの状態でですね、手前をリフルして2枚確保します。これはダブルリフトのゲットレディですね。2枚でここにこう小指挟んで準備だけしておきます。それでこの小指の挟んだブレークのある状態で右手でカード全部を持ってこう返して裏を見せます。でこれ先ほどのカード違いますかって聞くと、これ違うわけですね。さっきのカードここにいますから違うと。そしたらこれをそのまま取ってこうお皿の上に乗せます。じゃあ一番上を見ましょうと言って、これ2枚押し出します。でこれを親指で押し出す動作をしながら右手で右に引きます。で上下で挟んでこう見せる。これは ずるいというか割と簡単なダブルリフトですけど、これ2枚ですね。実はここにこれが隠れて、でこうして、じゃあここにこれも乗せますって言ってこう乗せます。
で3枚目は広げて中がこれ違いますか、違うとおっしゃるので、じゃあこれ戻しましょうと。それでこのカード一旦こう脇を置いておきます。でこの3枚でその先ほどのトリックをするわけですが、2枚目にいるんですね。実はハートのジャックでしたね。ところがお客様はこれ見てないわけです。違うカードを3枚見せられてますね。でここで、これをその先ほどのお話長いから省略しますけども、3枚とも、ハートのジャックに見せます。でその見せるための技法がプッシュオフカウントなんですけども、左手にこう持ってて、左手の親指で左上の角を押してやります。そうすると2枚が押し出されてきて、これが2枚です。こっち1枚、3枚のうちの2枚がこう手前に出てくる。でこれはですね、コツが1個ありまして、この左下のコーナーですね、これをこの 手のひらのこの真ん中にこう埋めとかなきゃいけないんですね。ですからこの埋まってる手のひらの部分と中指のこの 右上にいる中指、これがカード固定しています。それで左上の角を親指が押すと、ここが固定されているので2枚が出てくると。これがプッシュオフカウントの基本的な指の動きです。でこれが上手にできるような練習必要なんですけども、それができるとこう押すと2枚出てきますので、この2枚を取ってこうやると、その突然ハートのジャックが登場するわけですね。でそれをこう一旦戻して、でお皿を用意しておいたものにこれを左手で1枚こう放り投げます。そうするとこれは1枚その見えなかったハートのジャックが見えるようになるんですね。2枚目は同じことしますけど、今度1枚です。1枚でこうです、またハートのジャックに見えるとお客さんびっくりします。でこれを戻すときにですね、これ向こう側に1センチずらして乗せます。手前側にこう下の角が出た状態で、この時に左の上の角を左手の親指と人差し指で挟んで持って離すと、下のが落っこちるようになるんですね。こういうふうになりますね。その状態は作っておくんですね。こう見せてこう戻して、でお客様に2枚もあるのおかしいですよねって言うと、お客様の目が視線が上がってきますので、その瞬間にこれを放り投げて、で3枚目どうでしょうか、3枚目もハートのジャックなんてことないはずですけど、でもこれハートのジャックに見えませんかって言うと、3枚ともハートのジャックが見えます。でこれをまた上に乗せると、今度3枚の一番上にハートのジャックがある状態になります。でここでもう一度念のため改めて見せるという技法があります。これすごくよくできてて、これは他の技術でも使う技法なんですけど、3枚のうちの、一番上にあるやつを3回見せるんですね。で揃えて、最初1枚ですからプッシュオフカウントと同じ動作で押し出してこう返します。これ縦に返さなきゃいけない。ですから押し出したカードの下に親指を入れて、上に人差し指と中指を入れてこう縦に返す。それでこの本を閉じるように左揃えてこうパターンにするんですね。この同じ動作で3回カードを見せます。で一度こうですね。でこれを下へ回すんですね、このカードをね。ところが本当はこれを下へ回すんだけども、実際はプッシュオフして回しますので、これ2枚回ってるんですね。これ2枚下へ回りました。でそうすると2枚目にまた戻ってきてますから、今度は本当のプッシュオフするとまた同じのが見せられます。でそれをまたパターンとして、今度は本当に1枚下へ回すと、最後のこれがまた1枚で見せられる状態になる。この改めすごく説得力があると思います。ちょっともう一度見ていただこうと思います。最初押し出してこうですね、1枚目で下へ回す、で2枚目をこう見せる、でこれを下へ回す、でこれ3枚目をこう見せる、3回見せるんですね。でこれでハートのジャックが3回見せられたんです。今度はこれを消す動作が最後に出てきます。でこれはちょっとずるい作戦、これは私のアイデアなんですけども、お客様を2等分しまして、座ってらっしゃる方の右の方に座ってる人だけにダブルで、ダブルのプッシュオフして2枚を取って見せます。これはもうさっきのカードこう重なってますが見えません、別のカードが見えます。そしたらこれを戻しましてですね、ハートのジャックじゃないですよねって念押しします。そしたらこれを取って1枚ここへ戻します。
そうするとこれが実は先ほどのカード、もうここで戻す人になれちゃう。でここで2枚ありますので、下を右に取って、上を左に取って、でこれを左側の半分のお客さんに入れて、これを右のお客様にこう見せると。それでこちらの人はこれ見てないので、これを置いて、これもう一度見せて大丈夫なんですね。最後は全員に見せられるんですね。でこうやるとなんか3枚を全部見たような錯覚に陥るという。でハートのジャックはどこにもなかったのに見えましたかっていうことで、この記述の効果が表現されるということ。